では大学生活において頑張ったこと、ちょっと悪い例を出してみました。4年間の大学生活で私が力を入れたことは自炊で、自宅にいた時はそれまでは親がやってくれましたが、今は自分でやってます。なので社会に出てもちゃんとやっていく自信はあります。まあ自炊して偉かったねっていうだけの話なのかもしれませんが、まずその今言ったように、こう自炊ってそんなに頑張ったことに入るのかっていう内容の問題がありますし、あとはなのでとかですね、ちゃんととか、このあたりはこれも文体のところでやりましたけれども、話し言葉なんですよね。61ページに書いてあるんですが、話し言葉を書く言葉のところで書いておかしい、これおかしいということですね。まあ他にもこれ他にアピールできへんのかという感じがしますけれども、特に自炊の話をしたいならばもう少し膨らませていくべきですね。つまり具体例が全然入ってない感じがしますね。でじゃあこんな内容だったとして、まあ、もう少し書き方がないのかと、次の、まあ、修正したらこんな風な書き方ができるんじゃないかという例をお見せしましょう。かなり長くなってます。具体的な話を入れれば絶対長くならざるを得ないですね。私が4年間の大学生活で力を入れたことは自炊を通した自己管理です。美味しさや栄養バランスなどを考えて自分で料理することで健康を管理し、限られた生活費の中で食費をやりくりすることで金銭を管理する能力も身につけることができました。私は大学進学と同時に一人暮らしを始めました。実家では食事の準備や片付けは全て母がしてくれていたため、その大変さを実感していませんでした。そのため自炊を始めるときには若干の躊躇はありましたが、やるからには徹底的にやってやろうと心に決めました。朝食はどんなに忙しいときでも毎日自分で作り、欠かさず食べていました。昼食は学食で食べることがほとんどでしたが、たまに弁当を作っていくこともありました。夕食はアルバイトや実験で遅くならない限りは自炊しました。時間的にも余裕のあるときにはスパイスを調合してカレーを作ったり、創作料理に挑戦してみたりもしました。また買った食材の費用はすべてスマホのアプリに入力して食費の管理にも努めました。これによって一種の経営感覚が養われたと自負しています。社会に出て新たな環境で生活を始めたとき、自炊にどれだけこだわることができるかは分かりません。ただこの自炊で得た自己管理能力は仕事においても必ず役立てるものと思っています。まずちょっと青字にしているところがあるんですけれども、自己管理、結局その自炊で頑張ったっていうのを自己管理ができるんですよっていうふうに置き換えてるんですね。で、自己管理ができるのの一つとして2行目あたりに書いてますけども、健康を管理するっていうことと、それだけじゃなくて金銭管理ができるっていう、この2つですね。で具体的にどうなんだっていうのが、この2段落目、3段落目、4段落目が、まあ、ある程度具体的な話でしょう。さらに、3段落目が時間管理もできるみたいな、時間的に余裕のある時はということは、逆に言えば余裕がある時とない時ときっちりと自分で、まあ、意識できてるっていうことでしょうし、それから創作料理、まあオリジナリティ、まあ言うほどのものでもないかもしれませんけれども、一応この創作なんていう言葉は採用担当者にとってはちょっとこう金銭に引っかかるところはあるかもしれませんね。でもう一つ、経営管理、経営感覚が養われた、まあここら辺もちょっと盛りすぎかもしれませんけれども、自分の売りとしてはいいんじゃないかと思います。当然さっきの悪い例に比べるとこちらの方がまあ雇ってみようかな、会ってみようかなという感じはしますね。で もちろんこれどのぐらいの長さを書けばいいのかは場合によって違ってくると思います。制限があると思います。まあその制限があるときにどういうふうにして短くしていくかっていうのは第3章でやった要約のところを参考にしてください。で一番上にこれ5ページって書いてあるのは P5 って書いてあるのはどういうことかというと、この文章は、まあ、答えと言いますか、回答例と言いますか、これは冊子に書いてあります。授業の進め方と回答例っていう付属冊子があるので、そちらの5ページに載っているということです。で次行きましょう。
長所ですけども、長所の問題点、まあ、長所に関して問題があるやつ、まず見てみます。私の長所は、グループの他の人とうまくやっていけるところです。大学に入ってからずっと続けているアルバイトでは、店長ともうまくやっていけるし、年上の人や年下の人とも話を合わせることができるし、みんなの意見をまとめています。イベントの仕事も任されているので、責任を持って自分の仕事をこなしています。なんかふわっとした感じと言いましょうか。まずうまくやっていける、うまくやっていけるっていうのが2つあるんですけども、他の人とうまくやっていけるっていうのは、じゃあ どういう点でっていうところですよね。で、うまくやっていけるっていうのが話を合わせるっていうこと、要は内心はあんまり思ってなくてもとか、事務的な具体的なその仕事のやり方っていう意味じゃなくて、話し合わせることだけなのかっていうふうに思われてしまう可能性はあります。で、うまくやっていけるところとか話し合わせること、まあ、ここら辺のところとかことっていうのも、まあ、こういった場合は漢字よりはひらがなで書いた方がいいですね。漢字を使うのかひらがなを使うのかっていうのに関しては、文字と数字と記号第4章のところでちょっとやりましたので、まあ、参考に見ておいてください。責任を持って自分の仕事をこなしています。これも当たり前なんですよね。自分の仕事をこなすときに責任を持ってやってないっていうのはもう言語道断と言いますか、もう前提がおかしいわけですから、当たり前のことを書いても意味がないと。じゃあこの長所書き換えるとしたらどういうふうな書き換え方ができるか見てみましょう。これもさっき の冊子の5ページに載っています。私の長所はリーダーシップと企画力です。大学に入ってからずっとドラッグストアでのアルバイトを続けており、2年前にグループリーダーに抜擢されました。それをきっかけとしてリーダーシップと企画力を身につけることができました。グループリーダーになる前は他の人に仕事を振るより自分でした方が早いと思っていました。しかしリーダーになってみると、それでは仕事が回らないことに気づきました。一人で仕事を抱えるよりも他者に仕事を任せられることこそがリーダーシップなのではないかと考え方を変えたのです。そこで私が新人だった時に店長はどのようにして私に仕事を振っていたのかを思い出しながら自分のスタイルを作っていきました。また各グループはそれぞれ週末の特売イベントの企画を渡さなければなりませんが、我々のグループの提案はいつも好評を得ています。グループメンバーがさまざまな意見を出してくれるのに加え、私自身がいろいろと企画を考えるのが好きなので面白い案が出せるのだと思います。このように私はアルバイトを通してリーダーシップと企画力を身につけることができました。記者の独自の業務追加方法であるチームプロジェクト制でもこの経験を生かせると自負しています。これもいくつか青い字にしてみましたけど、まあ、ここで要は売りはリーダーシップと企画力ですと、まあ、はっきりと言ってるわけですね。一つの単語にまとめて長所は何って言われて、これとこれっていうふうに言われると、あ、なるほどとこう納得しやすいですね。長所は何って言われて、だらだら言うよりは単語にまとめるっていうのが一つの手だと思いますね。リーダーシップと企画力、しかもそのリーダーシップと企画力って別のものですよね。リーダーシップっていうのはグループをまとめて導いていくわけですし、企画力っていうのは何かをするときにどういうふうに進めていったらいいかを考える力ですね。で、時々なんか間違ってる人いるのは、例えばそうですね、私の長所はリーダーシップと統率力ですとかね。リーダーシップと統率力って別々のものですか？違いますよね。リーダーシップの中におそらく統率力が入るんじゃないかなっていうふうに思います。だからそういう同じものを何々と何々ですって言われ出されると、こいつ分かってんのじゃ分かっていう感じがしますので、そのあたりは気をつけてください。つまり、まあ、これどこが参考になるかというと、辞書、単語と辞書と第5章のところで類義語の話をしましたよね。自分が今使ってる何々と何々って言った時、本当にそれ類義語じゃないのか、
しかもそれ違いがちゃんと分かってるのか、で違いを本当に言いたいのかっていうな点も考えてみてください。この文章に戻りますと、まずリーダーシップと企画力ですって言っておいて、で第2章、あ、すいません、第2段落と第3段落でかなり具体的な実際にやったことを書いてるわけですね。これで説得力が出ますし、一番最後の段落で記者の独自の業務追加方法、これなんかはなんで青にしたかっていうと、あなたの会社がどんなことをやってるか知ってますよ、ちゃんとあなたの会社を調べましたよっていうことをこれでまあちらっとこうアピールできてると考えたらいいですね。次行きましょう。死亡理由の問題点、あんまり良くない死亡理由。私は記者が運営するスイーツカフェの大ファンで、学生時代はしょっちゅう通っていました。特にフルーツいっぱいタルトが大好きで、季節ごとに全種類制覇しました。またカフェの雰囲気も気に入っています。それで記者の接客サービスの部門で働いて、持ち前の笑顔を武器にしてお客様にも笑顔になっていただけるように頑張りたいです。あと新商品の開発などにもアイデアを出していって、ここでもお客様に喜んでいただきたいです。しょっちゅうっていうのがまず、口語ですし、話し言葉ですし、カフェの雰囲気も気に入ってます。もう一歩欲しいですよね。カフェの雰囲気が気に入ってるっていうのは、まあ、分かるわけですけれども、じゃあ具体的にどういうところがいいの。雰囲気っても人によって場合によっていろいろですからね。この辺も少し具体性が欲しいなという気がしますね。あとはちょっと赤線引いてないですけども、まあ、同じ意味ではフルーツいっぱいタルトのどこがいいのかっていうのもできれば欲しいかなっていう、まあ、季節ごとだからいいんでしょうかね。はい、ちょっと今度の青は若干違いますけれども見ていきましょう。私と母は記者が運営するスイーツカフェフェリーニの大ファンで、学生時代京都河原町店には頻繁に通いました。三宮店や梅田店に足を伸ばしたこともあります。特にフルーツいっぱいタルトは親子ともに気に入って、季節ごとに全種類制覇しました。自分が就職を考えるようになった時に迷わず記者の接客サービスの部門で働きたいと思い志望いたしました。記者を志望する理由は味の良さだけではなく接客の素晴らしさです。どの店舗を訪れてもスイーツの美味しさに加えて店員の方々の笑顔が私を癒してくれました。私も笑顔には自信がありますので、それを武器にしてお客様に喜んでいただければと思います。また接客を通して得たアイデアを開発部門にお伝えすることで間接的に商品開発の役にも立ちたいと考えています。例えばフルーツいっぱいタルトのサイズについて、私はもう一回り大きい方がいいと思っていましたが、母はもう少し小さくて良いと申しておりました。また糖分が気になる方やグルテンアレルギーの方もいらっしゃるようです。こういったお客様の生の声を商品開発部門にお伝えしていければと思っております。はい、まずスイーツカフェフェリーニの大ファンと、いうのは、まあ、これは書いてるわけですけれども、フェリーニっていうこの固有名詞、これそのさっきの悪い例では出していなかったんですよね。ここもあなたのところの店はちゃんと知ってますよというのになるかと思いますね。具体例っていうのは固有名詞を出せばより具体的になるっていう話はしたかと思います。でどこで働きたいかっていうのも、こう接客部門で働きたいっていうふうにはっきり言ってますね。後ろの方に開発の話に書いてあるんですけども、立ち位置はどうなのかっていうのがはっきり書いてるのがいいですね。で、味の良さはもちろんそうなんだというふうに、接客部門で働きたいけども味の良さも分かってるんですよというところも書いてますし、で一番最後の段落でお客様の生の声や商品開発部門に伝えたいって言ってるんですけれども、その内容も具体的に書いてますよね。まあ、味の話じゃなくて大きさの話ですけれども、こういった声があるんですよと。もしこの具体例、例えばその大きさの話、それから糖分が気になる、グルテンアレルギー云々っていう、この具体例がなかったら、じゃあ何を伝えたいんですかっていう話になってきます。結局ずっと言い続けてきていますけれども、具体性、具体例っていうのがやはりここでも重要になってくると。
はい、まあ、この死亡理由の例に関しても6ページに載せています。